左からロアール・アムンセン、ヘルマー・ハンセン、スベア・ハッセル、オスカー・ウィスティング、1911年12月16日に南極点に建てられたテントのポールハイム、頂点に立つ旗はノルウェーの国旗、下はフラムの印がある。オラフビアランドが撮影、アムンセンの南極点遠征は1910年代初めにノルウェーの探検家ロアール・アムンセンが引き、 チリ上の南極点に初めて達した遠征である。アムンセンと他の4人の隊員が1911年12月14日に南極点に到着した。これはテラノバ遠征の一部としてロバート・ファルコン・スコットが率いたイギリス隊に先立つこと5週間だった。アムンセンとその隊は無事にその基地に戻ったが、スコットとその4人の隊員が期間中に死んだことを後に知った。 アムン船の当初の計画は、北極に焦点を当てており、流氷に囚われた船で長期間漂流するという手段で北極点を征服することだった。フリチョフ南船の極限体験船フラム号の利用権を獲得し、莫大な資金集めに取り掛かった。その遠征の準備をしている最中の1909年、アメリカ合衆国の探検家、 フレデリック・クックとロバート・ピアリーがそれぞれ北極点到達を主張したことで、その準備が中断された。アムンセンは、その計画を変更し、南極点征服の準備を始めた。大衆と講演者が自分を支援してくれる程度がまだ、不確かだったので、その変更した目標については秘密にしていた。1910年6月に出港したとき、 乗組員の大半は北極海の漂流のために乗船したものと信じていた。アムンセンはグレートアイスバリアのクジラ湾に南極基地フラムハイムを設営した。補給所の設置や災害になりそうになって終わった出発の失敗など準備に数ヶ月をかけた後、アムンセンとその隊は1911年10月に南極点に向かって出発した。その過程で アクセルハイバーグ氷河を発見し、それが南極大地に、さらにその先に南極点への経路を提供することになった。この隊はスキーの使い方を習得しており、犬ぞりの使い方にも熟練していたので急速で、比較的トラブルの少ない旅ができた。この遠征隊の他の業績として、キングエドワード7世半島を初めて探検したことと、 後半の海洋巡航を行ったことが挙げられる。この遠征の成功は広く称賛された。イギリスでは、スコットの英雄的な失敗の話がその功績に影を投げており、ノルウェー人が最初に南極点を踏んだことを認められなかったが、世界の他の国はそうではなかった。アムンセンが最後の瞬間までその真の計画を秘密にしておくと判断したことを批判する者もいた。 近年の極限歴史家たちは、アムンセン隊の技術や勇気を十分に認めている。南極点にある高級的科学観測基地は、アムンゼンスコット基地と名付けられている。要は号、1903年から1906年に、アムンセンとその乗組員が北西航路を征服した小さなスループアムンセンは1872年に、ノルウェーのフレドリクスタで生まれた、選手の息子だった。 1893年、クリスチャニア大学での医学の勉強を放棄し、北極に向かうアザラシ漁船マグダリーナに水夫として乗り組む契約をした。数回の航海を経た後で二等航海士となり、会場にない時はノルウェーのハルダンが浴びった大地の厳しい自然の中で、クロスカントリースキーの技術を上げた。1896年、同国人であるフリチョフ南線が、 極限探検で挙げた功績に影響され、アドリエンド・ジェルラ氏の指揮するベルギー南極遠征隊に投稿海士として加わり、そのベルギー化に乗船した。1898年初期、ベルギー化はベリングスハウゼン海で総評にらわれ、ほぼ1年間動けない状態になった。この遠征隊はこのために、自発的にではなく、南極海で初めて越冬することになった。 この間は、乗組員の間によく打つ、上に近い状態、狂気、さらに解決病が広がることになった。アムンセンは、冷静なままであり、すべてのことを記録し、特に補助器具、衣類、食料など、極限体験技術のあらゆる面で、その経験を教材にした。ベルギー化の航海は、南極探検の英雄時代と呼ばれることになる時代の始まりとなり、その後には、イギリス、 スウェーデン、ドイツ、フランスからの遠征が続いた。しかし、アムンセンは1899年にノルウェーに戻った時に、その注意を北に向け直した。遠征隊を率いていく自分の能力に自信があり、当時大西洋から太平洋までカナダ北部諸島の迷路を抜けていく海図のないルートだった北西航路を走破する計画を立てた。アムンセンは船長の資格を取得し、 ヨア号という小さなスループを手に入れ、北極航海用に改装した。スウェーデン国王及びノルウェー国王であるオスカル2世の公演を確保し、南戦の支持を得、十分な財政的裏付けも得て、1903年6月に出港した。乗組員は6人だった。この航海は1906年まで続き、完全な成功だった。 何世紀もの間海の男たちを跳ねつけてきた北西航路がついに征服された。アムンセンは34歳で国民的英雄になった。極限体験家の中では第一党のものになった。北極も南極も極限探検はこの時代に活発だった。1906年11月、アメリカ人ロバート・ピアリーが北極点に挑んで失敗した最新の遠征から戻り、 最北端87度6部まで行ったと主張したが、この記録は後の歴史家の間で議論になった。ピアリーは即座にさらなる挑戦のための資金集めを始めた。1907年7月、ベルギーイライアムン船の船乗り仲間だった、フレデリック・クック博士が見かけ上は北に向けて、狩猟の旅に出発したが、北極点に挑戦するという噂があった。1ヶ月後、 アーネスト・シャクルトンのニムロド遠征が南極に向けて出発し、ロバート・スコットはシャクルトンが失敗した場合の次の遠征を準備していた。アムンセンはイギリスに合わせて優先順位を南に変える理由がなく、公には南極遠征を率いていく可能性について語っていたものの、北極の方が好みの目標であるままだった。フリチョフ南線。 1893年から1896年に行った北極海漂流がアムンセンに刺激を与えた1893年、南線がそのフラム号をシベリア北海岸沖の北極海総標の中に乗り入れさせ、グリーンランド方向に漂流させてその過程で北極点を通過することを期待した。結局、漂流しても北極点には近づかず、 南線といえるマーヨハンセンによるとほで北極点に達するという試みは同じように失敗した。それでも南線の戦略はアムンセン自身の北極作戦の基本だった。ベイリング海峡を通って北極海に入れば南線が出発した地点からかなり東であり、その船はより北向きに漂流し北極点近くを通過すると考えた。アムンセンは南線に相談した。南線は フラム号がそのような虚構に唯一適した船であることを主張した。フラム号は1891年から1893年にノルウェーの指導的造船業者であり、造船技師でもあるコリン・アーチャーが設計し、建造していた。南線の厳格な使用によれば、長期間北極海の最も厳しい気象条件にさらされても耐えられるようになっている船だった。 この船の最も顕著な特徴は丸くされた尖閣であり、南線によれば氷に掴まれたとしてもうなぎのように滑り浮き上がるというものだった。尖閣の強度を上げるために入手できる中でも最も硬い木材である南アメリカのグリーンハート材で覆われており、横桁や筋貝はその全長にわたって固定されていた。船の横幅は36フィートであるのに対し、 全長は128フィートとかなりずんぐりとした外観だった。この形が氷の中でその強度を上げたが、対応では高校性能が悪かった。ノロノロと動き、さらに乗り心地を悪くするローリングが起きやすかった。しかし、その外観、速度、高校性能は数年に及ぶかもしれない。後悔の間、乗組員のためにしっかりとして暖かい避難所を。 与えることに比べては二の次のことだった。フラム号は南線の遠征で北極の氷に3年間近く使ってていた後も事実上無傷のままだった。帰ってきた時に再度偽装され、夫をスベアドラップの下で4年間、カナダ北部諸島の人が住まない領域10万平方マイルの海図作成と探検に使われた。スベアドラップの航海が1902年に終わった後、 フラム号はクリスチャニアに繋がれていた。この船は事実上国の持ち物ではあるが、ナンセンが最初にそれを使ったことがそれとなく了解されていた。ナンセンは1896年に北極海から戻った後、フラム号で南極に遠征することを絶望していたが、1907年までにそのような望みが絞んでいった。その年九月、遅くアムンセンが南ン,ンの家に呼び出され、 船を譲ると言われた。アムンセンは1908年11月10日に開催されたノルウェー地理学会の会合でその計画を発表した。その計画ではフラム号でホーン岬を回って太平洋に出てサンフランシスコで物資を補給した後に北に向かいベーリング海峡を抜けてポイントバローに至る。そこからはまっすぐ氷の間に進み、その後4年。 内し五年間に及ぶ漂流を始める。科学が地理的探検と同様に重要であり、連続した観測によって多くの未解決の問題を説明してくれるとアムンセンは期待した。この計画は熱狂的に受け入れられ、翌日ノルウェー国王法婚7世が募金リストを開けると2万クローネになっていた。1909年2月6日、ノルウェーの議会は、 船の再装備のために7万5千クローネの補助金を認めた。遠征の資金集めと事業管理の全体はアムンセンの兄弟であるレオンに任され、アムンセンは組織の実際的な面に注力できるように図らわれた。1909年3月、シャクルトンが南位88度23分南極点まで97回りに達した後、引き返したという発表があり、アムンセンは 南極に小さな片隅が残っていると考えた。アムンセンは手放しでシャクルトンの功績を称賛し、南極のシャクルトンは北極の南線に匹敵すると書き送った。シャクルトンに続いてスコットは即座に小さな片隅に向かい、栄光をイギリス帝国のものとする遠征を率いる意思を確認した。ロアール・アムンセン、遠征隊長アムンセンは3人の海軍大佐を 遠征の士官に選んだ。ソルバルド・ニールセンは副隊長になる航海士だった。他に、イエルマー、フレデリク・イエルトセンとクリスチャン・プレストルドがいた。イエルトセンは、医学の経験がなかったものの遠征の医師に指名され、外科と市科の即席養成コースに派遣された。海軍の砲手オスカー・ウィスティングは何でもこなせるという、プレストルドの推薦で採用された。ウィスティングは、 犬ぞりの経験がほとんどなかったがアムーンセンは、ウィスティングが犬たちに独自の方法を開発し、有用なアマチュアの獣医になったと記していた。隊員として、早く選ばれていたのが、オラフ・ビアランドであり、熟練した大工かつスキー板製造者であるスキーのチャンピオンだった。ビアランドは、ノルウェーのテレマルク家モルゲダルの出身であり、スキーヤーの腕前で知られた地域であり、 近代スキー技術のパイオニアであるソンダー・ノルハイムの出身地でもあった。アムンセンはスキーと犬ぞりが北極での輸送では最も効率的な方法であるという南線の考えを共有しており、最も技能の高い犬ぞり業者を採用することにした。ヘルマ・アムンセンはヨーア号の航海でその価値を証明しており、サイドアムンセンについて来ることに同意した。これに犬の専門家であり、 スベアドラップが行った1898年から1902年のフラム号公開にも乗船したベテランのスベアハッセルが加わった。ハッセルは当初アムンセンに同行してサンフランシスコまで行くつもりだった。アムンセンは有能なコックの価値を評価しアドルフ・リンドストロームを確保した。リンドストロームはやはりスベアドラップのベテランであり、ヨーア号でもコックを務めていた。アムンセンは ベルギカとヨーアでの経験から、長旅には安定して仲良くやっていける仲間の重要性を学んでおり、そのような経験を積んだ人員と共にいれば、その遠征の中核になれると考えた。1909年を通じて人員募集を続け、フラム号の総勢は19人になった。この中で一人を除いたアムンセンが選んだ。その一人とは、イェルマー・ヨハンセンであり、 ナンセンの要請で加えられた。ヨハンセンはナンセンと共に壮大な漂流をしてから落ち着いていることができなくなっていた。ナンセンやその他の者が彼を助けようと努力したものの、その生活は飲酒と借金という悪の循環に陥っていた。ナンセンは昔の仲間にこの分野では有能なものであることを示す最後のチャンスを与えたいと願った。アムンセンは 南千の頼みを断れないと感じ取り、ためらいながらもヨハン線を受け入れた。フラム号の他の乗組員として、海洋学専門のビオルン・ヘランド・ハンセン教授の学生であるアレクサンダー・クーチンがいた。クーチンはフラム号で後悔して南極大陸に上陸した最初のロシア人となった。アムン戦隊が南極点に行った時、 クーチンは船に泊まり、南極海の海洋学的調査を実行していた。クーチンは、ブエノスアイレスから別の船で、ノルウェーに帰らなければならず、ヘランド・ハンセン教授のもとに、この遠征で得られた海洋学の資料を持ち帰った。それから間もなくブラディミール・ルザノフと共に、北極海航路探検に出て帰らぬ人となった。1909年9月、 新聞が報道したのは、クックとペリーがそれぞれ北極点に達したということで、あり、クックは1908年4月に、ペリーはその1年後に達していた。アムンセンはコメントを求められ、どちらの探検家についても即座に肯定することを避けたが、おそらく何かやらなければならないことが残されていると推測した。クックとペリーがそれぞれ主張することについての議論を避けていたが、 自分の計画が大きく影響されることになることを即座に判断した。北極点を征服する魅力がないとなれば、大衆の興味や資金を維持するために苦闘することになったであろう。この遠征が残ったとしても、最後の大きな問題、南極点に挑み解決すること以外、私に残されたものはないと記していた。各してアムンセンは南極に向かうことに決め、北極海氷流は、 南極点が征服されるまで1年か2年待たしてもいいだろうということになった。アムンセンはその計画変更を公表しなかった。スコットの電気作者デイビッド・クレーンは遠征隊の公的及び民間の資金は北極海での科学的作業のために挙げられていたのであり、講演者が提案される方向転換を理解するあるいは同意する保証はなかったと指摘している。 さらに目標を変えることで南線がフラム号の利用権を取り上げる可能性もあり、あるいは議会がスコットを弱らせイギリスを傷つけることを恐れて遠征を止めさせる可能性もあった。アムンセンは兄弟のレオンと副隊長のニールセンを除いて他の誰にもその意図を話さなかった。この秘密がぎこちなさにつながった。スコットがアムンセンに 地球の反対側を目指す彼らの二つの遠征を可能にする測定器具を送り、そのデータを比較できるようにしていた。スコットがノルウェーでモーター駆動ゾリをテストし、アムンセンの家に電話をかけて協力を話し合おうとしたが、アムンセンは電話に出なかった。内密で改定した遠征計画では、フラム号がノルウェーを1910年8月に離れ、大西広市唯一の訪問校である。 マデーラ諸島に向かう必要があった。マデーラからはまっすぐ南極のロス海を目指し、ロスタナ氷の入り江であるクジラ湾に行き、そこでベースキャンプを設営しようと考えていた。クジラ湾はロス海の中で船が行くことのできる最南端だった。しかもスコットが目指しているマクマードサウンドより60回里南極点に近かった。1907年、シャクルトンがクジラ湾の氷は 安定していないと分析していたが、シャクルトンの記録をアムンセンが調べると、バリアのここが浅瀬や岩礁で削られており、安全でしっかりした基地を支えられると判断した。騎士の部隊を上陸させた後、フラム号は大西洋で海洋学の調査を行い、その後翌年の初期に騎士の部隊を拾いに来ることになっていた。オラフビアランド、冬季旅行用の服を着ている。 外観は格好良くなかったが暖かく強い服だったアムーンセンはイギリスの探検家が犬を明らかに嫌っていることを理解できなかった。犬が主人を理解できないということがあるだろうかあるいは犬を理解しないのが主人だろうかと記していた。南極に行くと決断した後、アムーンセンは100匹のノースグリーンランドソリ用源を発注したが、それは入手できる最良で最強のものだった。 荷物の運搬に用いられる動物としての耐久性以外に他の犬に食べさせることができ、極限体験体の人間に新鮮な肉を供給できた。隊員のスキー用ブーツはアムンセンが特別にデザインしたものであり、完璧なものを探して2年間のテストと修正を経て作られていた。極限体験用の衣類はノーザングリーンランド産のシールスキンでできたスーツが入っており、 トナカイの皮、オオカミの皮、バーバリーの布でできたネットシリクイヌイットのスタイルに習ったものだった。ソリはノルウェー産の西洋トネリコ材を枠にアメリカヒッコリー材の滑走部に鉄をかぶせたものだった。スキー板もヒッコリー製であり、クレバスに滑落する可能性を減らすために特別に長かった。テントはこれまで使われた中でも最強で最も実用的であるものであり、 組み込みの床があり、柱は一本でよかった。興軍中の料理用には、ナンセンが工夫した特別調理器よりもスウェーデン製のプリマスストーブを選んだ。ナンセンの調理器は運ぶのにスペースを取りすぎると考えたからだった。ベルギーでの経験から、アムンセンは解決病の危険性に気づいていた。この病気の本当の原因は、ビタミン C の欠乏だったが、当時は、 それが分かっておらず、一般には新鮮な肉を食べることで対応できると考えられていた。その危険性を減らすためにアムーンセンは、ソリで運ぶ食料に加えて、アザラシの肉を定期的に取る計画を立てた。特別な種類のペミカンも注文しており、野菜とオートミールが入っていた。それより刺激があり、栄養があり、食欲をそそる食料は見つけるのが不可能だっただろうと記していた。 物資にはワインや蒸留酒が大量に入っており、薬用、祝祭用、さらに特別用途のためだった。アムンセンは、ベルギカの航海中に式が落ちたことを記憶しており、約三千冊の本、蓄音機、大量のレコード、いくつかの楽器を用意するなど余暇にも気配りした。氷の中を航行中のフラム号出発前の数ヶ月間、遠征隊の資金集めが、 難しい状況になってきた。大衆の関心が限られていたので、新聞が取り扱いを取り消したり、議会がさらに2万5000クローネの補助金要請を拒否したりした。アムンセンは時価を抵当に入れて、遠征を破綻しないでいる状態に保った。借金が重く、自己破産しないためにも、遠征の成功に全的に寄りかかっていた。北、大西洋で1ヶ月間の試験的巡航を行った。あと フラム号は1910年7月下旬にクリスチャンさんに入り犬を摘み出発前の最後の準備をした。クリスチャンさんにいる間にアムンセンはノルウェーの国外居住者でその兄弟がブエノスアイレスのノルウェー講師をしていたピータードンペドロ・クリストファーセンから援助の申し出があった。クリストファーセンはモンテビデオまたはブエノスアイレスでフラム号に燃料や その他物資を提供するというものであり、その申し出をアムンセンはありがたく受けることにした。8月9日にフラム号が出発する直前、アムンセンは二人の若い士官、プレストルドとイエルトセンに遠征の真の目的地を打ち明けた。マデーラの噴射ルに向けた4週間の航海で乗組員の間に不確かなムードが広がった。彼らは準備したものの意味がわからず、それを疑問にしても、 主観たちからは曖昧な答えしか返ってこなかった。アムンセンの電気作者、ロランド・ハント・フォードはこのことを疑念を生み、式を下げるには十分と言っていた。フラム号は、フンシャルに9月6日に到着した。その3日後、アムンセンは乗組員に修正した計画を話した。北極に行く途中で南極に回り道をするつもりであり、北極外然として、 最終目的地であるが、しばらくは待たねばならないと告げた。アムンセンが、この新しい提案を説明した後、各人にはついてくるつもりがあるかを尋ね、全員が皇帝の反応をした。アムンセンは南線に当てて、長々しい手紙を書き、クックとピアリーによる、北極点征服の主張が、自分の当初の計画にとっていかに、止めを与えたかを強調した。必要に迫られて、 その行動に移ることを強いられていると感じ、許しをこい、成功すれば、いかなる攻撃にも耐えられることになるという期待を表明していた。9月9日に、フンシャルを出発する前に、アムンセンはスコットに電報を送り、計画の変更を伝えた。スコットの船、テラノバは大いに宣伝された中、6月15日にカーディフを出港しており、10月初旬にはオーストラリアに、 到着する予定だった。アムンセンが電報を送ったのは、メルボルンに当ててだった。スコットは、アムンセンの計画についても、南極における、目的地についても知らされず、我々はこれから先に知ることになると思うと、王立地理学会の初期官ジョン・スコット・ケルティに当てて記していた。アムンセンが計画を修正したという知らせは、ノルウェーに10月初旬に、届き、外して敵対的な反応を引き起こした。 南ン,ンはそれを祝福し温かく受け入れたが、アムンセンの行動は、新聞や大衆から一部の例外を除いて非難され、資金提供も、ほぼ完全に干上がってしまった。イギリスでの反応は、予想通り敵意を持って迎えられた。ケルティが当初示した、不信表明がすぐに、怒りと部別に変わった。王立地理学会の元会長で影響力が強かった、クレメンツ・マーカム教は、 私はスコットにアムンセンの秘密の詳細をすべて送った。私がスコットなら彼らを上陸させはしないと記した。フラム号は世界の反応も知らずに4ヶ月間南に航海した。1911年元日に最初の氷山を視認した。バリア自体は1月11日に視界に入った。1月14日、フラム号はクジラ湾に入った。フラムハイムのベースキャンプ。 1913年、撮影フラム号が氷の間に入り、湾の南東隅の入り江に停泊した後、アムンセンは遠征隊の守護屋を建てる場所を、船から2.2階里の場所に選定した。6組の犬ぞり隊が物資を、そこまで運ぶために使われ、小屋を建てる工事が始まった。ビアランドとスタッペルードが、氷の中深く起走せ、傾斜した地面を平らにした。風向きは、 東からに偏っていたので、小屋は東西方向を軸に立てられ、ドアは西に向いてつけられた。こうすれば、風は短い東向きの壁だけで受けることになった。1月21日に屋根が吹かれ、その6日後に小屋が完成した。その時までに200頭のアザラシなど、大量の肉が基地に運ばれ、基地の部隊が使うためと南極点に向かう旅の前に補給所に置かれることになった。 この基地は、フラムハイムすなわち、フラムの家と名付けられた。2月3日早朝、思いがけなく、テラノバが、クジラ湾に到着した。テラノバはニュージーランドを1910年11月29日に、立って、1911年1月初旬に、マクマードサウンドに到着していた。スコットとその本体をそこで上陸させた後、テラノバは、ビクター・ギャンベルが率いる6人の隊員を乗せて、 東のエドワード七世半島に向かっていた。この隊は当時まだよく知られていなかった半島を探検するつもりだったが、開票のために岸に近づけずにいた。船は上陸できそうな場所を探して、バリアの円を西に動いている時に、フラム号に出会った。スコットは以前にアムンセンがその基地をベッテル海地域に作るものと推測していた。それは大陸の反対側にあった。 アムンセンがここにいたことは南極点への競争を60回以前から出発できることを意味しており、イギリス隊にとっては警告になった。出会った二つの隊は互いに定調に振る舞った。キャンベルとその士官であるハリー・ペネルとジョージ・マレー・レビックはフラム号船場で朝食をとり、テラノバ船場での昼食で返礼した。アムンセンはテラノバが無線ラジオを持っていないことを知って、ほっとした。 それがあれば、極点到達勝利の知らせを最初に届けたいという、アムンセンの戦略を危険にさらす、可能性があった。しかし、キャンベルが、スコットのモーター駆動ゾりがうまく動いているとほのめかす、ことを言っていたことには、心配させられた。それでもアムンセンは、イギリス隊にキングエドワード七世半島を探検するための基地として、フラムハイム周辺の場所を使うよう提案した。 キャンベルはその申し出を断り、スコットにアムンセンに関する情報を伝えるために、マクマードサウンドに向かった。犬ぞりチームの隊員、1911年初期、バリア上にて2月初旬、アムンセンはバリアを越える補給所設置の旅の編成を始めた。これは次の夏に南極点に向かうための布石だった。補給所は計画された経路に沿って、 一定の間隔で前もって設置されるものであり、南極天体が傾向する燃料と食料の量が限られているのを補うためだった。補給所設置の旅は装備、犬と人を初めて試す機会でもあった。2月10日に出発する最初の旅のために、アムンセンは、プレストルド、ヘルマーハンセン、ヨハンセンを連れて行くことにした。18頭の犬がソリを引くことになった。アムンセンは、出発前に、 ニール船にフラム号に関する指示を残した。この船はブエノスアイレスに再補給に向かい、その後南平洋の海洋学的調査計画を実行し、1912年になればできるだけ早くバリアに戻ってくることとされた。4人の隊が南への旅を始めたとき、バリアに関する知識は以前の探検家が出版した本からのものだけであり、困難な移動条件を予測していた。 バリアの表面は通常の氷河表面と似ていることに驚かされた。初日には15回りを進んだ。アムンセンはこのような条件下で犬たちがいかがに頑張っているかに注目し、イギリス隊がバリア上で犬の使用を嫌っていることを不信義があった。2月14日には難易80度に達した。そこで補給物資を置いて帰還の途につき2月16日にフラムハイムに 戻ってきた。第二の補給所設置の旅は2月22日にフラムハイムを経った。8人の隊員と7台の総理、42頭の犬が出発した。バリアの状態は急速に悪くなっていた。平均気温は摂氏9度落ちており、以前は滑らかだった氷の表面に荒い雪が浮いていた。気温は低く摂氏40度まで落ちることもある中で3月3日には、 南位81度に達し、第二の補給所を設営した。アムンセンは、ヘルマーハンセン、プレストルド、ヨハンセン、ウィスティングと最強の犬たちと共に先に進み、南位83度まで達することを期待していたが、困難な状況下で3月8日に、南位82度で停止した。アムンセンは犬たちが疲れているのが分かった。はキロにつき、が軽くなっていたので迅速に進み、 3月22日には、フラムハイムまで帰還した。アムンセンは、旅が不可能になる極夜が迫っていたので、その前に、さらに物資を南に運びたいと思った。3月31日、ヨハンセンが率いる7人の隊が、フラムハイムを立って、南位80度の補給所に向かい、この時殺した6頭のアザラシ、2400ポンドの肉を持って行った。この隊は、 クレバスの原野で迷った後、予定より3日、遅い4月11日に戻ってきた。結局、補給所設置の旅で3カ所の補給所を設置し、アザラシの肉3000ポンドと、灯油40英ロ論を含む7500ポンドの物資を運んだ。アムンセンはこの旅から多くのことを学んだ。特に2回目の旅で、犬たちがあまりに重いそりに苦闘したことだった。 南極転業の時は犬の数を増やすことにした。必要ならば隊員の数を減らすことも考えた。またこの旅では隊員の間の負は、特にヨハンセンとアムンセンの間のものが出てきた。2回目の旅でヨハンセンは装備の性能に満足していないことを公然と口に出しており、アムンセンは自分の権威に対して挑戦されていると考えた。スベアハッセル。 フラムハイムの灯油倉庫の中、1911年冬、フラムハイムでは4月21日に太陽が沈み、その後4ヶ月現れない極夜になった。アムンセンは、ベルギー遠征で、冬の氷の間に閉ざされていた時のような退屈さと、四季の低下に気を配っていた。ソリを動かす、可能性はなかったが、騎士の隊は忙しくしていた。緊急を要する事項は、ソリの改良であり、 補給所設置の旅ではうまく動かせていなかった。ソリは、この遠征のために特別に選ばれたものに加えて、1898年から1902年に、やはり、フラム号で行ったスベアドラップの遠征で使ったソリ、数台をアムンセンが持ってきていた。この時アムンセンは、それの方が、今後の任務には向いているのではないかと考えた。ビアランドが、木製部品にカンナをかけて、 古いソリの重量をほぼ3分の1だけ減らした。予備にあったヒッコリー材から独自のソリを新たに3台作り上げもした。改装されたソリはバリアを横切る時に使い、ビアランドの新しいソリは旅の最終段階、南極大地で使うことにされた。ヨハンセンはソリに積む食料を準備し、ビスケット42000個、ペミカンの缶詰1320個、それに、 約220ポンドのチョコレートとした。他のものは、ブーツ、調理道具、ゴーグル、スキー板、テントの改良を行った。解決病の危険性と戦うために、冬になる前に大量に集めて凍らせたアザラシの肉を、1日2回食べることにした。コックのリンドストロームは、瓶詰めのホロムイチゴやブルーベリーで、ビタミン C を補い、また新鮮な酵母を使って焼いた。 全粒小麦のパンを提供して、ビタミン B を補った。アムンセンはその隊員と装備に信頼を置いていたが、ハッセルが記録しているように自分は、スコットのモーター駆動ゾーリがイギリス隊を成功に導くという恐れに悩まされた。これを考えに入れたアムンセンは、太陽が戻ってくる8月下旬になれば、すぐに南極点への旅を始める計画を立てた。ただし、 ヨハンセンはその季節ではあまりに寒くてバリアを超えられないと警告した。アムンセンの意見が通り8月24日に太陽が戻ってきた時に7台のソリを出発できるようにしておくことになった。ヨハンセンの心配は正当であるように見えた。最初の2週間は気象条件が厳しく気温は摂氏58度まで下がって出発を妨げた。 1911年9月8日、気温が低く、摂氏27度まで上がると、アムンセンはこれ以上待てないと判断し、8人の隊が出発した。リンドストロームのみがフラムハイムに止まった。アムンセンとスコットのたどった経路隊は最初に良いスタートを切った。1日約15回に進んだ。犬たちが一生懸命走ったので、最強のチームの数頭を、 他のチームに付け替えて、進み方のバランスを確保するようにした。隊員の狼側とトナカイ側の衣服は移動している。間の凍りつく気温にも対応できたが、止まった時に群れ、夜もほとんど眠れなかった。犬の足が頭傷になった。9月12日、気温が低く、摂氏56度まで下がり、わずか4回に進んだだけで停止し、風よけにイグルーを立てた。アムンセンはこの時、 その季節ではあまりに早く出発したことを認識し、フラムハイムに戻るべきと決断した。頑固さという理由で、隊員や犬の命を無駄にしたくはなかった。ヨハンセンはその日記で、このように長く歴史ある旅をあまりに請求に始め、された愚かさについて記し、また、イギリス人を倒すという脅迫関連の危険性についても記していた。9月14日、 フラムハイムに戻る途中で、難易80度の補給所に装備の大半を残し、ソリを軽くした。翌日、強風と凍るような気温の中で、犬数頭が凍死し、他にも弱って歩けない犬は、ソリの上に乗せられた。9月16日、フラムハイムから40帰りに来て、アムンセンは退院にできるだけ、早く帰るよう命令した。アムンセンは、自分のソリを持っていなかったので、 ウィスティングのソリに飛び乗り、ヘルマー・ハンセンとそのチームと競争になり、他のものを置いていった。この三人は九時間後にフラムハイムに到着し、その二時間後にスタッペルードとビアランドが続き、そのすぐ後にハッセルが戻った。ヨハンセンとプレストルドはまだ氷の上であり、食料も燃料もなかった。プレストルドの犬が倒れ、そのかかとがひどい凍傷になった。 彼らは夜半過ぎにフラムハイムに到着し、戻り始めてから17時間以上経っていた。翌日、アムンセンはヨハンセンに彼とプレストルドがなぜそんなに遅くなったのかを尋ねると、ヨハンセンは怒ってみんなに捨てられたと感じ、隊員を後に残していく指導者を懲らしめようと思ったと答えた。アムンセンは後に南センにヨハンセンが激しく反抗したと伝えた。その結果、 ヨハンセンは南極天行の隊から外され、探検家としてはかなりまだ若いプレストルドの下に付けられ、キングエドワード七世半島を探検する隊になった。スタッペルードもその隊に加わるよう説得された。アムンセン隊は、アムンセン、ヘルマー・ハンセン、ビアランド、ハッセル、ウィスティングの5人に減った。バリアと山脈南極天行の途上アムンセンは再度。 出発することに熱心だったが、10月半ばになって、春の訪れを感じさせるまで待った。10月15日には出発できる状態だったが、天候のためにさらに数日間遅らされた。10月19日、隊員5人、ソリ4台、犬52頭が旅を始めた。天候がすぐに悪化し、濃い霧の中で前年秋に予半戦の補給所、設置隊が発見した、クレバス原に迷い込んだ。 ウィスティングは後に足元の雪橋が崩れて、そのスリがアムンセンを乗せたままクレーバスに飲み込まれそうになった様子を回想していた。このように災難に近いものがあったが、タイは1日に15回り以上進んだ。難易82度の補給所には11月5日に到着した。その経路の3マイルごとに雪のブロックで作った毛案で印をつけた。十一月十七日。 バリアの縁に到達し、南極横断山脈に直面した。シャクルトンが開拓したベアドモア氷河を進むことにしたスコットとは異なり、アムンセンはこの山脈を抜ける独自のルートを開拓する必要があった。数日間その麓を探り、約1500フィート登った後、タイははっきりした経路と見られるものを発見した。それは険しい長さ三軸海りの氷河を登り、 上の大地につなぐものだった。アムンセンはこれを資金的に主要な講演者の一人にちなんでアクセルハイバーグ氷河と名付けた。そこは隊員が予測したよりも厳しい登りだった。回り道をする必要があったためにかなり長くなり、また雪は深く柔らかだった。三日間苦労して登った後に氷河の頂点に達した。アムンセンはその犬たちを手放しで褒め、 そのような条件では働けないだろうと思っていたことを、冷笑した。11月21日、タイは17回里進み、5000フィート上った5000フィート。南極点への高群アクセルハイバーグ氷河の未確認部、アムンセンが南極大地に向かった経路の途上にある氷河の頂点、標高1600フィートは、南位85度36分であり、アムンセンは、 旅の最終段階に備える支度をした。ここまで登ってきた45頭の犬のうち、18頭のみが前に進むこととし、残りは食料のために殺された。ソリを漁していた者の,のそれぞれが自分のチームの犬を殺し、皮を剥ぎ、その肉を犬と人間で分けた。アムンセンは我々はその場所を肉屋と呼んだと回想している。タイの中に欲打つと悲しみがあった。 我々はそれほど我々の犬たちを好きになっていたと記した。その後悔は豊富な食料を楽しむことで補われた。ウィスティングは特に肉の処理と提供で技能があることが証明された。タイは3代のソリに60日まで行軍できる物資を積み、残った食料と犬の死骸を補給所として残した。悪天候のために出発できたのは11月25日になってからであり。 霧が続く中で見知らぬ大地を慎重に進み始めた。たびたびクレバスで割れる氷の表面を移動するのであり、視界が悪いこともあって速度が落ちた。アムンセンはこの地域を悪魔の氷河と呼んだ。12月4日、タイは雪と氷の層の下にクレバスが隠されている地域に出てきた。隊員が上を通過するときに空洞のように感じたので、アムンセンは不快な空洞をと呼んだ。 アムンセンはこの地域を悪魔の舞踏室と名付けた。その日、遅く、より硬い地域に出てきた。難易87度だった。12月8日、タイはシャクルトンの樹立していた最南端記録難民88度23分を通過した。南極点に近づくに従い、別の遠征隊が自体より前に行っていないか、景色を遮るものを探していた。 12月12日に宿泳している時に一瞬地平線の上に黒い物体が現れたが、これは事態の犬が遠くで落ちている姿が鏡で拡大されたことが分かった。翌日、タイは南位89度45分で宿泳した。南極点まで15回里だった。さらに翌日の1911年12月14日午後3時頃にアムンセンは、 ソリの前を移動していた仲間と南極点の近傍に到達したことを確認した。隊員はノルウェーの国旗を立て、その大地をノルウェー王奉魂七世の大地と名付けた。アムンセンは後にその成果を皮肉と共に振り返った。その願望とこれほど全く反対の目標を達成した者はいない。北極点の周辺は悪魔が取ったのであり、それは子供の時から私を魅了していた。 そして今は南極点に立っている。これほど狂気じみたものがあり得るだろうか。その後の3日間で隊員は南極点の正確な位置を確認するために動いた。北極点ではクックとピアリーが争い論争になる主張をしていた後でアムンセンはスコットのために間違いようのない印を残そうと思った。日の異なる時間に何度か6分儀で測定し、ビアランド、ウィスティング、 発ルが異なる方向で測定して南極点を絞り込んだ。アムンセンは少なくともそれらの一つが正確な地点を通っているはずだと推察した。最終的にタイはその観測によって計算できる実際の極点にできる限り近い場所にテントを張り、それをポールハイムと呼んだ。アムンセンはこのテントの中にスコットのための装置を残し、ホーコン国王に宛てた手紙を置いて、 その配達をスコットに依頼した。フラムハイムへの帰還の旅12月18日、タイはフラムハイムへの帰還の旅を始めた。アムンセンはスコットより先に文明世界に帰り、最初にニュースを伝えると決めていた。それでも1日の工程を15回りに制限し、犬や人の力を温存させた。24時間のビ夜クヤの中で、概念上の夜の間に移動し、 常に太陽を背にして、雪毛の危険性を減らした。来る時に作った雪のケアに導かれ、1912年1月4日には、肉屋につき、バリアに降り始めた。スキーを履いていた隊員は、格好できたが、ソリを漁するヘルマーハンセンとウィスティングの下りは、不安定だった。ソリは漁しにくく、クレバスに遭遇した時に急停止できるよう、滑走部にブレーキを取り付けた。 1>, 1月7日、タイはバリアの上に設けた補給所の最初のところに到着した。アムンセンは速度を上げられると考え、その後は15回り進むごとに6時間休憩し、次の工程に入るやり方にした。これによって1日30回り進み、1月25日午前4時にフラムハイムに帰ってきた。10月に出発した時に52頭いた犬のうち11頭が生還し、 二台のソリを引いてきた。南極点に達し、帰還するたびには99日を要したが、予定より10日早かった。全行程1860回りだった。世界への情報発信や文線は、フラムハイムに戻った時に、時を置かず次の行動に移った。小屋の中で最後の晩餐を取った後、残っていた犬と貴重な装置をフラム号に積み、 1912年1月30日遅くには、クジラ湾を出港した。最初の目的地は、タスマニアのホバートだった。その5週間の旅の間にアムンセンは電報を用意し、マスコミに渡すことになる最初の報告書を書いた。3月7日、フラム号はホバートに到着し、アムンセンはすぐに、スコットからのニュースが届いていないことを確認した。アムンセンは即座に、兄弟のレオン、 南線、香港国王に電報を送った。翌日には、ロンドンのデイリークロニクルに当てて、最初の全証言を発信した。同志には、排他的権利を売っていた。フラム号は2週間ホバートに泊まり、その間に、オーストラリア南極遠征に使われていた、ダグラスモーソンの船オーロラが到着した。アムン船は残っていた犬21頭を彼らに送った。日本の南極船 海南丸東対1911年11月8日、プレストルド、スタペルー堂、ヨハンセンがキングエドワード7星半島に向けて出発した。バリアの硬い氷が氷に覆われた陸地に変わる場所を見つけるのは難しかった。12月1日、間違いなく乾いた土地であるところを初めて発見した。 それは1902年のディスカバリー遠征中にスコットが記録したヌナタクだった。その地点まで到着すると地質標本と苔の標本を集め短期間周辺を探検した後に12月16日にはフラムハイムに戻った。この隊はキングエドワード7世半島に初めて足を踏み入れたものとなった。フラム号と海南丸フラム号は1911年2月15日に クジラ湾を離れた後、ブエノスアイレスに向かって4月17日に到着した。そこでニール船は遠征隊の資金が尽きていることを知った。船のために取って置かれたと思われていた金は現金化できなかった。幸い、アムンセンの友人ドンペドロ・クリストファー船が近くにいて、以前に約束していた食料と燃料を供給してくれた。フラム号は6月には出港してその後の3ヶ月間。 南アメリカとアフリカの間の海洋学調査巡航を行った。9月にはブエノスアイレスに戻り、最終偽装と物資の再積み込みを行い、10月5日に南に向けて出航した。強風と嵐の海のために航海は長引いたが、クジラ湾には1912年1月9日に到着した。1月17日、フラムハイムに行った隊員は2隻目の船が現れたことで、 驚かされた。それは日本の白瀬信が指揮する日本南極遠征隊を乗せた海南丸だった。二つの遠征隊の間の対話は言葉の問題で限られたものとなったが日本隊はキングエドワード7世半島に向かっていることが分かった。海南丸は翌日出発し1月28日にはキングエドワード7世半島に隊員を上陸させた。これは 海からこの半島に上陸したことでは、初めてのことになった。それまでのディスカバリー遠征、ニムロド遠征、テラノバ遠征すべて失敗していた。クレメンツ・マーカム教、王立地理学元会長、アムンセンの計画変更を厳しく非難し、ノルウェーの成功には、個人的な疑念を表明したアムンセンは、ホバートで多くの祝電を受け取ったが、その中でもアメリカ合衆国大統領、 セオドアルーズベルトやイギリス国王ジョージ5世のものがあった。国王はアムンセンが戻ってきて最初に訪問した港がイギリス連邦の中にあったことに特別の喜びを表した。ノルウェーではその知らせが新聞の大見出しを飾り国中で国旗が振られた。遠征隊参加者全員が、ホーコン国王がこの遠征を記念して創設したノルウェーの南極メダルを贈られた。 しかし、アムンセンの電気作者、ロランド・ハントフォードは、喝采の影の霊遇を記録している。アムンセンの戦術に関して、困惑の名残があった。ノルウェーのある新聞はアムンセンが、新しいルートを発見しており、マクマードサウンドからのスコットのルートを侵害していなかったことで、安心感を表明していた。イギリスでは、アムンセンの勝利に対する新聞の反応が、抑制されたものとなったが、 外して肯定的だった。アムンセンの成功に財政的関わりがあったデイリークロニクルとイラストレーテッドロンドンニューズの熱狂的な報道は別としてマンチェスターガーディアンはいかなる非難の声もノルウェーの勇気と決断力で拭い去られると書いていた。雑誌ヤングイングランドの読者は勇敢な帰宅二人を妬まないよう推奨しザ・ボーイズ・オーン・ペーパーは イギリスの少年はすべてアムンセンの遠征報告書を読むべきだと示唆した。タイムズの通信員は、スコットが返事を出せないような時期になるまでアムンセンが情報を送れなかったことを柔らかくたしなめ、不必要であったればこそ、スコット大佐よりも南極遠征で協力を歓迎した者はいなかっただろう。アムンセン船長がその誠実さを疑ったと言えるものはおらず、彼は、 南極点に達したと言っているので彼を信じなければならないと記していた。王立地理学会の指導層は少なくとも個人としてより敵対的な感情を表明した。彼らにとってアムンセンの成功は汚いトリックの結果だった。マーカムはアムンセンの主張が詐称ではないかと示唆した。我々は寺の場の帰還まで真実を待たねばならないと言っていた。 1912年後半、王立地理学会,会会長のジョージ・カーゾーン卿が、犬たちに万歳参照を冗談めかして求めた後で、アムンセンが学会に軽視されていると感じると訴えた。シャクルトンは、アムンセンの勝利を中傷する場におらず、おそらく、今日最も偉大な極限体験かと言っていた。キャスリーン・スコットは、夫の死の知らせを聞く前に、アムンセンの旅は、大変素晴らしい成功であり。 それを称賛しなければならないという苛立ちがあったとしてもであると情報していた。アムンセンはホバートを離れオーストラリアとニュージーランドを講演して回った。それからブエノスアイレスに行き、そこで遠征の報告書を書き上げた。ノルウェーに戻ると報告書発表の監修を行い、次にイギリスを訪れて、さらにアメリカにおける長期の講演巡業を開始した。 ウィスコンシン州マディソンに滞在中の1913年2月に、スコットと4人の隊員が1912年1月17日に極点に達したものの、その基において3月29日までに全員が死亡したとの知らせを受けた。スコット、ウィルソン、バウアーズの各遺体は南極の陶器が過ぎた1912年11月に発見された。第一声において彼はその知らせを 恐ろしい、恐ろしいと表現した。より改まった惨事は次のようなものであった。スコット隊長は、正直さ、誠実さ、勇敢さ、男を男たら占める全てに対して、記録を残した。ハント報道によれば、スコット死亡の知らせは、少子アムン,ンが犠牲者スコットにより影が薄くなったことを意味した。 イギリスではスコットが高潔に振る舞い、競争を公正に戦った者と扱う神話が急速に広まった。スコットが敗北したのは、対照的にアムンセンが自身の真の動機を隠したんに栄光を追い求めるものであり、愚直な人力推進に依存するよりも犬にソリを引かせ、その同じソリ犬を食料として殺したからであった。それだけではなく、当時のイギリス上流階級の理解では、アムンセンは、 職業的と捉えられ、このことにより彼の業績は何であれ低く見られた。この捉え方は、スコットの日誌と同じく探検中に表した、一般に向けたメッセージの公表によって大いに補強された。スコットの文才は彼の最後の手だ。それは、まるで彼が渦漏れたテントから手を伸ばし、復讐をしているようだったと、ハントフォードは指摘した。それでも探検家たちの間では、 アムンセンの名前は引き続き尊敬された。数年後に記されたテラノバ遠征の報告書において、スコット隊の隊員である、アプスリー・チェリー・ガラードは、アムンセンの成功の第一の理由を、彼の類い稀なる資質、とりわけ基地の道のりを後追いするよりも、道のルートを見つけ出すことを選択する勇気、にあるとした。参照アムンセンとスコットの遠征比較、アムンセンの最後の船モードの残骸。 カナダのビクトリア島ケンブリッジ湾、1930年に沈んだ場所北緯69度7分8.28秒整形105度1分11.61秒、北緯69.1189667度整形105.0198917度、69.1189667-105.01989171914年に第一次世界大戦が、 勃発し、アムンセンの北極海漂流の開始が1918年7月まで遅れた。それは南極遠征が前座に位置づけられていたほどのものだった。その時アムンセンは特別に建造された船モードで出発し、その後7年間も北極海に泊まっていた。この船が北極点の上を漂流することはなく、その過程で、 北極海航路をすべて航行した2番目の船になった。アムンセンは1923年に、この遠征から離れ、残りの人生はほとんど空中からの距離。1926年5月12日、リンカーン・イルズワースとウンベルト・ノビレと共に飛行船、ノルゲに乗り、北極天上空を通過した。アムンセンと同乗していたウィスティングは、北極と南極双方を見た、最初の人になった。 1928年、ノビレのその後の遠征を救出しようとしている時に、アムンセンは、ノルウェーとスピッツベルゲンの間の海に乗っていた、飛行機と共に消えた。アムンセンと共に、南極点に立った4人はすべてモードへの乗船も求められた。ビアランドとハッセールは辞退し、その後も極限探検に加わることはなかった。ヘルマー・ハンセンとウィスティングはどちらもモード遠征に参加した。 アムンセンが遠征隊を離れた時は、ウィスティングが隊長になった。1936年、ウィスティングはフラム号のオスロまでの最後の航海で船長となり、同船はそこで博物館に変わった。ヨハンセンは南極から戻っても普通の生活に戻ることができず、引退して発言しなくなった。その経験やアムンセンとの論争についての検討を拒否し、 欲打つと貧窮の生活に入った。1913年1月4日、オスロの家で拳銃自殺した。スコットの神話は20世紀第4四半期まで続いたが、その後はその失敗がほとんど、スコット自身の誤りによって引き起こされた英雄的ヘボ人として特徴付けられるものに評価が変わった。この肖像は極限歴史家のステファニー・バルクゼウスキーが主張したものであり、 スコットは批判できないものと考えられた初期の評価が誤っていたことを示した。21世紀初期、著作家たちがスコットの悲劇について彼の無能以外の理由を推計して提案したので、その評判はいくらか回復した。スコットに新たにスポットライトが当てられたことでアムンセンの功績も注目された。バルクゼウスキーはアムンセンとその隊員は優れた計画。 犬ぞりとスキーの長い経験、素晴らしい肉体的スタミナによって南極点に達したと記している。ダイアナ・プレストンのスコットの遠征隊に関する証言ではアムンセンの成功の要因を明確にすることにおいて同じくらい具体的である。アムンセンは南極点に達するという一つの目標に焦点を当てたのに対し、スコットは 地理的探検と科学的知識のせめぎ合う主張を和解させなければならなかった。実際的で経験を積んだ専門家であるアムーンセンは注意深く計画を立て、北極で学んだあらゆる教訓を適用し、すでに十分試された輸送手段に依存し、干渉的にならずに食料の可能性を追求した。隊員の管理においても効率的で感情にとらわれなかったと記している。 1957年に南極点に設立されたアメリカ合衆国の科学観測基地はアムンゼン・スコット基地と名付けられ、二人の極限開拓者の記念としている。厳中客中、ありがとうございます。